南丹市の新しいマスコットでありますニャンタンを皆さん方可愛がっていただきたいというふうに思います。で南丹市では名前がまだまだ知られていないところがありますので、南丹市をもっと知ってもらいたい、南丹市に来てもらいたいという思いで、昨年度から、南丹市プロジェクトというプロジェクトをスタートしました。はい、南丹市というところで、猫をキーワードにいろいろな取り組みをしていこうということで、この取り組みを始めました。で、昨年度は地元の企業さんと一緒に特にゃん品というようなものを発売とか、ふるさと納税でスタートしましたけども、はい、これからさまざまな取り組みを進めていこうということで、はいはい、新たに先ほど西村市長も言いましたけど、うん、マスカットをマスカット、マスコットマスコットブドウができるのかと思いました考えましたので、はい、本日発表したいなと思いますので、はい、担当のうちのデザイナーの方から発表させていただきたいと思います。はい、はいはい、紹介いただきました、はい、こちらがですね、はい、猫の探偵のニャンタンです。ニャンタン、はい、猫の探偵ですね。そうです、ニャンタン市プロジェクトの公式キャラクターとして私が作成いたしました、はい、なるほど、どちら様ですか。南丹市市長公室、はい、秘書広報課の前田さんが作ったキャラでございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますですね、はい、もともとですね、ニャンタン市プロジェクトっていうものは、はい、ロゴマークを、うん、作成しておりまして、はいはいはい、申請を出していただければ、うん、自由に使っていただけるっていう、こちらなんですけど、はい、っていうのがあったんですが、はい、今回新たにですね、うん、こうしたキャラクターを作成することによって、はい、ニャンタン市プロジェクトをより親しみを持って、はい、感じてもらえる、また新しい切り口からですね、ニャンタン市プロジェクトが広まればいいなということで、今回キャラクターを作成いたしました。で、はい、なぜ探偵なのかという話なんですが、もともと私が推理小説が好きでして、はいはい、で時間があれば推理小説読むぐらいなんですが、ニャンタンプロジェクトのキャラクターっていうと、やっぱりニャンタンっていう名前が先に決まりまして、はいはい、でそのターンをどうするかっていう時にちょっと探偵っていうのが浮かびまして、なるほど、このキャラクターをちょっと作成いたしました。すごい。で今後の展開なんですけど、はい、先ほど課長からお話があったみたいに、ニャンタン市プロジェクトの目的の一つに、南丹市をやっぱり知ってもらいたい、広め来てもらえるようにしたい、あると思います、っていうのがありますので、はい、はい、ニャンタンがですね、いろいろなところ、魅力的なスポット等をですね、はい、探訪していくような、うん、そういった広報企画も考えておりまして、はい、またぜひ、このニャンタンをきっかけに、うん、ニャンタン市を来てもらえる、うん、知ってもらえる、そういった街になったらいいなという願いを込めて、なるほど、はい、作成いたしました。犯人は見つけないんですね。犯人は殺人事件は起こらないんですが、はい、崖の上で追い詰めたりはしないんですね。まだちょっとそれもやりたいなと、はい、思ってます。で本日 JC さんが缶バッジを作っていただきまして、はい、缶バッジあそこ の前で取っていただけるようになっているようですので、ニャンタンの缶バッジができるんですか。ニャンタンの缶バッジと、はいはい、この間投票キャンペーンを行ったんですが、はい、もう一匹ニャンタンジョーっていう、ニャンタンジョー、はいはい、小田切ジョーみたいな感じで、小田切ジョーみたいなやつが、はい、お城の名前を冠するキャンペーンをちょっと作ったんですが、はいはい、投票でちょっとこっち選んで皆さんにいただきましたので、はいはい、一応2つキャラクターの缶バッジ用意していただいたんですが、じゃあジョーはもう今日ぐらいしか出てこないか。あ、またちょっと、はい、検討中で、あ、検討中で、はい、はい、まだぜひ今日缶バッジ持っていただいて、うん、お友達やご家族、はい、また広めていただければ大変嬉しく思います、はい、缶バッジ持ってる人、あ、まだ少ないですね。ぜひ、ま、今行って缶バッジ作ってきてください、はい、はい、ありがとうございます。すごいすごいね、かわいいね、ニャンタンね。また彦根に来てほしいよね。はい、ぜひ、ありがとうございます。ぜひこれに皆さんに来ていただいて、プロジェクトとキャラクターを応援していただけるようお願いします。すごいね、市役所の人が書いたとは思えないぐらいすごいね、高い、めっちゃ
市役所じゃない方がいいやん。僕そういう仕事してまして。そうなん、はい、市役所辞めてこれのライセンス料で来てですね。ちょっとなんか考えられます。もうダメです。市役所の職員の間にこれデザインしたら、はい、もうちょっとさっき市役所のもん、ね、あ、そうですね、残念でした。残念でした。はい、ありがとうございます。はい、ニャンタン、皆さん覚えてくださいね。ニャンタン市の人は必須です。これテストの問題とかになるんですよ、そのうち。はい、ちびっこ覚えとくんだよ、ニャンタンね。ニャンタン一回言ってみようか、せーの。はい、ありがとうございます。覚えて帰ってください。ひこにゃんも応援してます。ありがとうございます。さあ